トマス・ローランドソントマス・ローランドソンは、イングランドの風刺画家であり、版画や挿絵と共に、多くのエロティックアートを残している。ローランドソンは、シティ・オブ・ロンドンのオールド・ジュリーに生まれた。父のウィリアムは職工だったが、繊維業者に用品を卸ろす仕事を始め、それが身の丈を超えていたため1759年には、破産を宣告された。 その年の末頃にはもうロンドンで生活することが難しくなり、家族を連れてノースヨークシャーのリッチモンドへ移っている。トマスのおじジェームズは1764年に亡くなっているが、おそらく家父となったおばのジェーンがロンドンの学校に通えるようトマスの学費や下宿費などを用立てたのだろう。そして1765年と66年には在宅ワークアカデミーを始めている。 ビジネス志向の強い学校だったこともあり、ローランドソンがデッサンの授業を取っていたという記録が文書として残っているわけではないが、1772年に学校を出た後に、王立芸術院の学生になっていることを考えると、その可能性は高い。ローランドソンは王立芸術院で6年を過ごしたが、その3分の1は、パリのジャンバプティスト・ピガールのもとで勉強をしていた。 大陸へはその後も何度となく旅行しており、幾多の人間とその営みのスケッチを描いている。1775年には、ガザの牢獄を訪れたデリラ、サムソンにアダオナスを、王立芸術院に出展し、2年後には、木彫りの銀メダルを授与されている。その頃には期待の学生として、口の端に登るようになっていたため、当時の精霊が続いていれば、その後も、画家として、 有名になっていたはずである。しかし、おばを亡くしたローランドソンは7000ポンドもの金を相続することになった。町に繰り出し優等にふけるには十分な額であり、続けて36時間も賭博台の前に座り続けていたことがあったとも伝わっている。さようならほどなく金に困るようになったローランドソンに、ジェームズ・ギルレイやヘンリー・ウィリアム・バンベリーをはじめとした友人たちは、 生計を立てるために風刺画を始めてはどうかと進めた。そこで1784人の王立芸術院の展覧会に出品したボックスホールの絵をポラードに彫らせて印刷し、出版してみるとこれが成功したのだった。ローランドソンは美術作品を出版していたルドルフ・アッカーマンに多くの仕事を与えられている。アッカーマンは1809年に死の雑誌、 学校長の旅などを創刊し、そこにウィリアム・クームによる、海外的な死を添えたローランドソンの版画を創書としていたのである。この二人はイナラブが形を抑えて、最も人気を集めていた。1812年には、ローランドソン自身によって、再び掘られた版で印刷され、シンタックス博士のピクチャリスクを探す旅というタイトルで、出版された。 冒険記は1813年までに5度も版を重ねている。そして1820年にはシンタックス博士は慰めを求めて、1821年にはシンタックス博士の三度目の嫁探しが出版された。この図案家、著述家、出版社の合作は1814年から1816年にかけて出版された。英国の死の舞踏や1817年の 聖の舞踏でも行われた。ローランドソンは、スモレットやゴールドスミス、スターンにも作品を提供しており、パブリックジャーナルの精神や、イングリッシュスパイ、ユモリストにも彼の図案を見ることができる。ローランドソンは、長闇の末に、ロンドンで死んだ。1827年4月21日のこと、ボックスホール庭園中央の二人の女性は、 ジョージアナ・キャベンディッシュとその妹で、左のテーブルについているのが、サミュエル・ジョンソンで、ジェームズ・ボズウェルとオリバー・ゴールド・スミスに挟まれている。右手には、女優で作家のメアリダー・ビー・ロビンソンが隣に立って、いるのは、後のジョージ4世であるローランドソンの図案は大抵、足ペンで輪郭が与えられ、色が、細やかに、薄く塗られる。そして、銅伴の上に、エッチングがされ、 その後で、いつも、専門の掘り番号がアクアチントを施す。原版のすりは、最終的には、手で、色塗りされる。図案家としてのローランドソンは、巧みな製図と、その平面さを特徴とする。ギルレーのような同時代人ほど辛辣に政治を封する、ことはまるで、姿勢で起こった、様々な事件や現象を、真摯の習いを捨てて貴俗なタッチで描いて見せるのが、 ローランドソンの作風だった。また、木版画や石版画でエロティックな題材をいくつも手掛けている。いかにも芸術家というような作品は、青年時代の入念に手を入れていた頃のものである。とはいえ、後年の大げさにカリカチュアした作品の中にも、ユーモアの極みが持ちうる美に触れる様子が生み出すことは、できるし、それは、ローランドソン自身が求めていた美でもあるのだろう。 ローランドソンの手になる擬人化されたイギリスであるジョンブルが1790年頃からありがとうございます。